ダンキンはファストフード店のブランド。現在の本社はマサチューセッツ州キャントンにある。旧社名はダンキンドーナツ。主力商品のドーナツのほか、コーヒー、マフィン、ベーグルサンドイッチなども扱っている。会社標語はアメリカランズオンダンキン。店名はドーナツをミルクやコーヒーに浸して食べる欧米の習慣にちがう。 この食べ方は1934年の映画、ある夜の出来事で、クラーク・ゲーブルがドーナツの正式な食べ方として紹介していたことから、来ている。ダンキンドーナツの創業者は、アメリカ在住の東欧系ユダヤ人であった、ウィリアム・ローゼンバーグである。1946年に、マサチューセッツ州クインシーの工場労働者のために、トラックでサンドイッチなどの移動販売を始めたが、 ドーナツとコーヒーの売り上げが大きいことに気づき、1948年にドーナツ専門店オープンケトルを開業。1948年にクインシーで創業。1950年にダンキンドーナツに社名変更し、フランチャイズ展開を開始する。創業者のローゼンバーグは、義枚の夫ハリー・ウィノカーと共に会社を運営していたが、経営方針の違いから、 ハリー・ウィノカーは独立し、1956年にボストンでミスター・ドーナツを創業した。1990年にダンキン・ドーナツがミスター・ドーナツを吸収合併したため、現在アメリカ合衆国には会社としてのミスター・ドーナツは存在せず、そのブランド名で営業している店舗がイリノイ州に1店舗残るのみとなっている。ダンキン・ドーナツは近年、 イギリスの種類大手メーカーアライドドメクの参加企業となり外部から招いた経営人の下で急成長した。しかし2005年8月にフランスの種類大手ペルノリカールがアライドドメクを買収したのに伴いバスキン、ロビンスなど他の2つのファストフードチェーンと共に売却された。2005年12月にベインキャピタル、カーライルグループ、 トーマス・エイチリー・パートナーズのアメリカの未公開株投資会社3社で構成されるコンソーシアムが株式を取得している。2018年9月25日、ダンキ金ンをコーヒーなどの飲料主体のブランドに位置づけ直し、飲料やドーナツ以外のファストフードに重点を移している実態を反映するため、2019年1月から名称をダンキ金ンに再変更することを発表した。 現在、世界29カ国で約6000店舗を展開している世界最大のドーナツチェーンである。米国国内の店舗は北東部と中部大西洋岸の州に集中している。店舗を展開している国及び地域日本では1970年に初の海外店舗として東京、銀座にオープンした。日本での展開にあたり、当初は セゾングループのレストラン西部の一部門に組み入れられた、あと、セゾングループの株式会社 D&C が店舗展開していた。しかし、後発のミスタードーナツに市場を奪われたため、子会社として吸収した吉野家に店舗ごと押し付けることとなった。1988年に D&C は吉野家と合併して、吉野家 D&C となる。吉野家が、 店舗の受け皿として選ばれた理由は、1983年に経営破綻して、セゾングループ参加で経営再建をしており、当時は同系列にあったためだが、D&C との合併前年の1987年に、吉野家は構成計画を集結している。ドーナツだけでは、ミスタードーナツに立ち打ちできないと判断し、サンドウィッチなども発売していたが、業績不振によって、 吉野屋 D&C は1998年にドーナツ事業から撤退した。これにより在日米軍基地内の店舗を除いて日本からは姿を消している。当時の吉野家社長であった安倍修二は後年、利用同期が牛丼店の対局にあるドーナツ店では吉野屋で培った経験を生かせなかったと10している。ありがとうございます。